サマーズチャンネル。サイ。ね。サイ。サイ。サイって言った。コカドが来てるっていうことはね。お願いします。うん、もうコカドが来たら結構恒例のあれなんじゃないかっていうね。本当ですか。多分あれでしょうね。コカドはもう専門家みたいになってる。このコーナーの専門家。あれですかね。あれでしょうね。いきますよ。はい。ドン。いろんなハンバーガー食べてみたい。あら。ハンバーガー重いよ。ハンバーガーそうですね、うん、今回ちょっとマクドナルドのハンバーガーをちょっと用意させていただいたんですけど、うん、皆さんマクドナルドって行かれます？食べられます？好きだよ。は僕はもうそれ知らずに一昨日食ってますからね。俺もそれ知らずに最近食ったんじゃないか。子供はやっぱ食べるから持ってきてくれるもあるし。ああ、デリバリーね、うん、はいはいはい。俺だからもう変化球食ってるよ多分。あ、そう。俺の中での変化球。俺でもそんな食わないかな。で、宮野さんもチーズバーガーしか食わないイメージだよ、そんな本来。チーズバーガーが王道でしょうね。はぁ、チャレンジする？ビッグマックとかもありますよ、だって。ビッグマック食う？俺ビッグマック食わないんだよな。あ、僕は子供の頃から言ったらまずダブルチーズバーガー。はい、ほんで照り焼きバーガー、うん、でビッグマックに変わっていきました。今ビッグマックマジで。そう、なんか俺通ってない道だ。俺もその道一切通らない。普通のチーズバーガーですか？チーズバーガーとフィレオフィッシュをダブル2個食うっていう。いました、いました、そんな友達。いたでしょ、はい、俺もずっとそれだよ。いや俺もだからこの間サムライバーガー食ったもん。あ、そんな食べたの。僕もなんなら最近高級バーガーみたいなあるじゃないですか、うん、1000円以上する、うんうん、あんなん食べさせてもらってそれ、マックを飛び出して、マックに飛び出して、ずっとマクドナルドやったけど、うん、もう最近はなんかそっちばっかり行かせてもらってます。そっちばっかり、うん、めっちゃ美味しいじゃないですか、ほんまに。あるある、まあ、本当の肉の味というかね、うん、でも結局やっぱね、食べたくなるんですよマック、うん、戻ってくるよ。で今回8種類用意させていただきました、うん、で順番の本でこれの後に食べたから多かったみたいなのありましたもんね、うん、今までね。だからもう大食い禁止だね、もうね。いきましょう、1個目から。最初はハンバーガー、うん、食わなくてもいいけどねこれは。いやほんまですね、知ってるから。シンプルイズベストだけど、うん、最近食ってないんだよな。これをどんだけ食べてもいいっていうやつですね。はい、まあね、一口、まあ、一口だね、はい、なんかこれこそ腹減ってる最初の方が有利だよね、うん、懐かしいな、これこんなシンプルだった。ただやっぱこれですよね、これね。いただきます。ピクルスのある方食おう。俺もピクルスある方食おう。いただきます。うん、あ、うまい、うまい、うん、あ、うん、うまいね、うん、やっぱこのピクルスがマクドナルドって感じなんですよね、うん、子供の頃避けてたんだけどね。あ、分かる分かる、ね、もうこのピクルスなしでは、なしではいられないな。すげえうまいな。やめとくかな。コカドダメよ、お前 8個食うんだぞ。いや、一口で我慢ってなかなか難しいですよ。難しいね、うん、一発目足全部行きたくなっちゃうけど、俺も一回、はい、一回ね、はい、分かりました。これは美味しい、とても美味しい。改めてうまいっす。美味しい、美味しい。チキンクリスプ。いきなり大変化球だな。チキンクリスプ食ったことねえかも俺。これないですか？僕もない。110円で安い、はい、人気の商品でして、ビーフがチキンになってるっていうのが。あ、ビーフがチキンになってるってことね、はい、いただきます。うまい、うん、あ、まあ、全然、うん、うまいです。あ、うまい。ちょっとこのマスタード的な感じなのかな。そうね、ソースがそうじゃん。ナゲット挟んだみたいな、うん、そうね、はい、うまいよこれ。うまい、もういっぱい食いたいもんこれね。まだあります。いや、2口はいっていい。食欲抑え気味、うん、そうね。あの、うまいんだよな。うまい、これもね、比べることじゃねえよな、うん、全然違うもんね、別物だね、うん、これ食ったで、これ食ってもいいんだもんね。そう、うわ、これなんだ、すげえうまいな。うまい、お腹空いてるからかな。うん、フィルフィッシュやめて、こっちにしようかな。チキンクリスプ110円。では、暫定王者がシンプルなハンバーガー、うん、挑戦者がチキンクリスプ、はい、
もう決まったんですか。もう引き分けだけどね、俺の中ではもう。いや難しい。マスタードがいいね。いいですね、美味しいですね。うまい。さあ、いきますか。はい。はい、せーの。おお。え、新規。もう勝ったの？もう勝ったの？だからやっぱなんていうの、初めて食って変化球こんなうめんだっていう衝撃ね。でも、うん、俺も。え？あ、それでもよかった。うん、よかった。ねえ、うん、いやめちゃめちゃうまいっすよこれ。うまいな。はい、あのチキンもうまいし、あのソースもうまいし。うまい。うまい。なんか完璧な。ただ8個並んだ時にこいつ優勝するかな。優勝するタイプではない。あ、確かにね。うん。ただ今は勝った。確かに俺もそうだな、うん、いいと思う、うん、はい。江口。江口ね。ほら、江口うまいんすよね。来るんだよこういうのは、うんうん、食べてたことあります。あります。江口あると思うな。エッグチーズね、はい、だからこのエッグがどうだったか忘れちゃったのよ俺にの舌にとって。邪魔だったのかありだったのか。これも安いっすよね。これも200円。江口なあ、まだまだ食うのが楽しみなんですけど。うわ、もう江口のチーズがもうここにくっついちゃって、ね、あのね、これいいですねこのチーズ。いい、ね、黄色っていい。うまそう。うわ、見た目はもう一番うまそう。もうちょっとしかさ食えないからどこ食おうかなぐらい。そうなんだ。いや、ほんまですね。エグの方をやっぱ食いたいからね。エグの方を食った方がいいよな、これうまそう、うん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 、うまい。ちょうど腹減っちゃったんだな、うん、やっぱ効いてるねこのエッグが、うん、決まりました。はい、はい、いきましょう。はい、せーの。あ、そうですか。やっぱ俺今食ったらチキンクリスプ相当強いよ。俺もあのね、俺エッグチーズはエッグあんまかなってちょっと思っちゃったね。エッグは強いよね。そう、あと中のソースが、うん、チキンの方がうまかった。うまかった。勝ったエッグが。エッグが好き。はい、もうエッグとチーズの感じ、うん、チーズのとろけてる感じとかも、うん、美味しかった。いや美味しいけどね。もうそれだから個人的な見解になってきちゃうんだよな。次々新しいのが美味しいと感じるのかな。もう朝目玉焼き食ってきたらもうアウトだもんね。それはね。それそうですけども、いやでも全然全然美味しい。大丈夫、全然大丈夫です。引けを取らないね、はい、だって この後のが多分優勝するもんな。はい、僕もそう思ってます。フィレオフィッシュ。ここで？マジか、王道だよこれ。今更？出た。でもなんかすげえ嬉しいわ、こんなにいろんな種類食えて。うん、本当ですね。だって普段は一個か二個ね。責任持って一、はい、人で食うから、ね。で悩んでこの一個とか決めてる。いや確かに。僕一回だけ小学校の時にマクドナルドで誕生日会してもらったことある。どうなの？夢でしょ。え？いっぱい食える。いや普通のハンバーガーとチーズバーガーしか出てこなかった。あれじゃ あれかな、そういうプランみたいなあるんですかね。あるか、もっと豪華プランだった。うち貧しかったから安めの設定だったんだな。でもあのドナルド出てきましたよ。あ、そう。外国人だった？ドナルド、うん、いやいや、あれドナルドはドナルドですよ。ないですよ、外国人とかないですよ。きっちりしたそんな設定あったっけ。でかかった。でかかった。いや、まあ僕ら小学校やったから。ではフィレオフィッシュ。久しぶりやな、フィレオフィッシュ食べんの。最近でかいバーガーが流行ってるからそんな頼まなくなったけど、やっぱ一時は俺もこればっか食った。二つ食いだったよね。このタルタルがね、はい、うわ、やっぱ違うんですよ。うん、どんだけ食ったか分かんないよこれ、うん、うまい、うん、うまい。タルタルですねやっぱ、うん、うまさ。やっぱこのタルタルの味が強いよね。フィッシュを入れるなんてとんでもないね。よく考えて。本当はパンにフィッシュは合わないとされてるもんね、うん、すげえうまい、うん、うまい。決まりました。決まりました。はい、じゃあ行きましょう。せーの。強い。おー、うん、チキンクリスプ。あんだけ食べるって言ってたのですか。いや、あの食うんだけど、うん、なんか
やっぱチキンこんなうめえんだ、初めてだったからこのチキンが。あとフィレオフィッシュは一回も1位になったことないもん俺の中で。2番手でも2個食べで食べてる。2個食べで2個目なんだ。でお腹いっぱいになったら、なんでそんな2人とも一緒なんですか。全く全く同じ意見。2個食べの2個目なんだフィレオフィッシュは。だから一優勝することはない。あ、そうか、味変えたいしってことだ。そうでお腹いっぱいになっちゃったらもう最悪半分で誰かにあげてもいいぐらい、うんうん、なるほど。結構強いなチキンの。チキン、はい、優勝する可能性ある、うん、本当にこのままズルズルな、うん、チキンクリスプ一番安いチキンクリスプいくらだったっけ。110円。110円のクオリティじゃないよ、はい、ね、すごいですよね。照り焼きマックバーガー。うわ、照り焼きマックバーガーね。これ照り焼き系も食ったことないんだよ。俺も照り焼き手出さないないの。甘いんじゃないかっていう。甘い、ちょっとだけ食ったのよ。甘いを避けてるんだよね。ちょっとだけ食ったらやっぱ甘いなと思って。だからごめんね、ここちょっと似ちゃってるから、ね、そうか本当ですね、うん、似ちゃってる審査するからキングオブコントも外されたんじゃない。いや外されたって言い方やめてくださいよ。2人いらねえだろっつって似ちゃってるのかもしれない。似ちゃってるから確かにね。いや照り焼きも久しぶりやな。めちゃめちゃ食べてた。あるよ、ね、一番食べてたかもその時期的に。俺の時代は食わないのよ照り焼きを、うん、だから初だからこそ衝撃はあるのかもしれない。ただ甘いよ。甘いけどそのマヨネーズの酸味もありますから、ね、マジ、はい、有利なのは1個丸々食わないっていう有利さ。そう1個はね食えないのやっぱり飽きちゃって。あ、最近食ってるから。最近食った時に。で最近なんで食ったの、その甘いの嫌なの。わ、なんか子供が食って余った。そうめっちゃ懐かしい匂いしてる。やっぱこれだ、うん、うわー、そんなマヨネーズも入ってる、うん、はい、うまい。変わらないですねこれ。変わらない美味しさ。変わらない美味しさ。いやそうだね、やっぱ照り焼きってこれだよな。うん、うん、焼き鳥だよね。焼き鳥だね、うん、焼き鳥。でも俺が想像してるよりこのタレがジュワってなってなくて逆に良かったかもしれない。これぐらいの味付けでそんなうまかったかな。うわー、あー、あ、僕もちょっとこれ分からへんようになってきた。懐かしい味ね。はい、あ、戻りチキンね。チキンクリスプ、ごめん油断してる時にチキン優勝したから、うん、なかなかやっぱ胡椒が効いてるね。結構胡椒効いてる。なるほど、はい。うわどうしよう、難しい。行こう、うん、うわ難しい。ちょっと待ってください。はい、せーの、はい。あ、ごめんなさい、僕はちょっと懐かしい。エモさ、エモさポイント入れちゃいました。エモさ、エモさポイント込み。お前のエモさポイント深いな。少し重いな。はい、ちょ、家庭的なね、いろいろあるから。で俺はやっぱ避けてたっていうのがかろうじてやっぱそこまで避けなくてもよかったかなと思ったけど、うん、ただ1個食うってなったら結構甘いですね。甘いのがやっぱ嫌なんですね。なんかね、つくねとかあの辺もあんまりちょっとでいいのよ。そう、あー、焼き鳥のつくね一本ギリだな、うん、この甘い甘くない論争はね非常に大竹さんと似ちゃってるかもしれない。あ、だレバーはやっぱタレで食いたい、ね、俺も、うん、ただやっぱこのチキンのインパクト強かった。チキンめっちゃ強いっすね。強いね。優勝しちゃうかもしれない本当に。あれ今何個目でしたっけ。今これで5つ目です。あー、いけるいける。あと3つ、うん、はい、分かんないけどなんかカエル手ぐらいの残り方してる。ダブルチーズバーガー。いやこれもいやもう一緒だろ、最初のハンバーグ一緒だろってツッコミ一番長いよ。いやでも俺はね全然違いますよ。本当？俺最近こればっかな。ダブチだよね。ダブチ、ダブチ、ダブチもうまいんだよ。やっぱ最初のバーガーと全然違う気がするよ。肉2つ全然違う。だってチーズも入ってますし、ね、倍でしょ。倍になっただけなんじゃないの。チーズバーガー倍になっただけって言っちゃダメなんだ。食感がまず違う、うん、あ、そう。やっぱそのパンとのバランスが、うん、やっぱ普通のチーズバーガーとかはちょっと僕パン多いなって感じるんですよ、うん、それがこれちょうどいいパンとの比率になるんですよ。あ、そう、いいこと言う。そうかも。ありがとうございます、うん、あんまそこまで考えないで食ってたけど、うん、そうか、はい、行こう。やべ、優勝候補出てきちゃった。いや俺好きなんすよダブチ。これはやっぱ昔からあるやつでしょ、うん、そうでもない。昔からありますよ。昔からですね。でもなんか最近やったらダブチっていう言い方してからね、ダブチっていうようになってからなんか
改めて食うよ。あんまこのダブルに手出さねえんだよな、ね、いや大谷さんダブチ食ってよ。ダブチ、ね、すごいなチーズの量、うん、すげえなこれ、はい、でもあんまり厚みがあるわけじゃねえんだな。ねえ、うん、これこれ王道のうまさが、うん、うまいな。うまい。一口目の最初のインパクトそんなないなって思っただろうけど、うん、知ってるなっていうね。でうまい。一個食い終わったことを想像するとさ、うまいね。やっぱこれだなっていうのはあるね。うん、コカドがパンの感じあんまないっすねみたいなハードル上げすぎてパンあるなと思って。あるのはありますよ。その気をつけて本当にコメント。いやあるの、さっきのと比べたらパンの量は一緒なんですから、うん、で具が多くなってんねんから、うん、そうじゃないですか。なってんねんからごめんなってんねんから急に友達みたいなと思ったけどごめんなさい。具が多くなってんねん長岡に言うみたいに言わないでただなんか俺もコカドのですげえハードル上がっちゃったんだ。ごめんなさい、ダブルチーズバーガーに申し訳ないな。でももうそういうの審査員はもうそういうの揺れない。そう、はい、そうです。いいですか、はい、せーの。お、あんなに押してたのね。あんなに押してたのに、うん、なんすかね、あのチキンのインパクトがまだ残ってる。俺も残ってる。いや僕もめちゃめちゃ好きやった、うん、俺も好きなんですけど、うん、毎回頼む。好きよ俺も。なんかチキンの方がそうインパクトあったね。インパクトありました、あのソースの。なんでこの50何年間食ってなかったんだろうという。そうか、チキンがまさか来るなんて誰も思ってなかったな。いやダブチに勝つなんて、うん、ダブチに勝つ本当な、はい、チキンクリスはちょっと物足りなさとかはないですか。ないです、うん、だって100いくらだもん。え、これ値段のことは込みにしてる。込みしてないよね。してないです。味だけですよね。味だけです、うん、やのに110円っていうのもついてきてるだけですよね。そうそう、なのに、うんうん、これが800円でも1位なんだけど800円じゃ食わねえな。800円じゃねえだろって。じゃないですわ。照り焼きチキンフィレオ。知らん。照り焼きでチキンで、はい、フィレオ。マクドナルド唯一の揚げたもののと照り焼きのコラボ。これまただ普通の照り焼きバーガーとはちょっと違うのか。ソースでもよかったよねここね。俺もソースだったら。ああ、そっか、あのソースがあんまりなんですもんね。甘いやつね。でも取り前でしょこれ。取り前なの。もう取り前優勝しちゃうぞ。おい、おいチキン勝ちすぎだろうよ。これ7個目になります。7つ目ですよね、はい、7つ目になります。あ、うわ、持った感じの厚みはいいね。すごいね、ボリューム。ダブチより分厚いな、はい、厚みはいいよ。でもチキンなんだよねこれ。うわ分厚い。すげえ食い応えがあるなこれ。うまいうまいなこれ。うまいね。うわ、この揚げた感じがうまいね。うまっ。なんだっけこれ名前。照り焼きチキンフィレオです。あ、うまいね。今度買おうこれ。さっきの照り焼きとまた違うね。全然違います。チキン系を本当に食ってないからな。チキン系がうまいな、この意外とうまいんだね。うまいね。でもソースは照り焼き一緒かな。違うね、ちょっとこっち甘くない、そんな。あ、この、そうね、そうですね、マヨネーズのやつは一緒ですね。うまいな。うわ、とうとう 0.12 ぐらいの勝負になっちゃった。いや、この辺で大竹さんと別れてもおかしくない。やばいや、これやばい。チキン対決だから今、うん、うわ、うまっ。決まった。はい、行きましょうか。はい、せーの。おお、挑戦者。はい、あ、挑戦者。あ、挑戦者です。あ、大丈夫大丈夫。早っ。ね、俺もどっちだろうってなったんだけど。俺も往復しちゃったの今。ソースがマスタードが勝ってんのかなって思って最初こっちにしたんですけ ど、これ食ったらシンプルだったんだね。頑固に言うほどこっちじゃないとはなんないので。そう、あ、さっきの照り焼きと全然違う感覚なんだよ。甘さはさっきよりもなかったです。なんか確かに、ね、照り焼きバーガーよりは、うんうん、ちょっとあっさりしてて、はい、
いやめちゃめちゃ美味しかったですこれ、うん、いやこれ何つったっけな、照り焼きチキンフィレオ、うん、だ次頼む候補には入ってくるよね。何でしたっけ、セブンイレブンでした、ファミマで、うん、ファミチキを挟む用のパン出て、うん、それがめっちゃ人気出たん知ってます？あ、そう、みんなそれを合わせて食べてたんですよ、うん、それめっちゃうまいんですよ、うん、それをソースとかレタス入れてもっとうまくした版。マジで俺はファミチキに挟むパンを今すげえ食いたくなっちゃう。それもうまいですけど、めっちゃ、いやとうとう破れましたねこれ、うん、うわ、いやでも同じチキンに負けるならこの人は本物だね。いくらですかこっちは。370。やっぱね、だいぶ違う。それぐらいのボリュームはあったよ、3倍以上あった、うん。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ。俺これ食ったのよ土曜日。そういえばやばいってこれ。これ期間限定ですか？これは今レギュラーの商品です。レギュラー、はい、これね、うん、やばいって。いやどういう意味なんだ。賛否あるって。ああ、そういうことですか。あ、そういうことか、うん、これはいいの出してきたよ。じゃあ食ってみたいな。では炙り醤油ってのはまたいいね。だけど俺はねかけ離れてないと思う。サムライ初めて食うわこのサムライマック。これを食ったのよ。うわ、もうレギュラーになってる。なんかめっちゃ重いよこれ。すげえな。で匂い嗅いでちょっと違うから。ほんとだ、わ全然違う。玉ねぎ入ってんのか。ほんでこのそうなのね。俺ハンバーガーの玉ねぎがすげえ好きだから。いやそうなの。バンズも違いますね。ほんで他のとやつと。うめ、うーわ、肉がもう全然違うやん。すげえうまいな。うまいな。肉もだいぶ変えてきてる。なんか肉1個がもうすでに分厚い感じ。それ2個入ってる、はい、肉が違うのかな。肉違うよこれ。肉違いますね、はい、これいくらいくらこれ、はい、これが490円。何これうまいな。今までのだからちょっと覆しちゃったんだよね。覆したね。確認しないとな。さあこれで王者が決定します。チャンピオン決定するのね、はい、じゃあ行きましょう、うん、行くよ、うん、せーの。うわ、うわ、すごっ。え、サムライマック負けたんだ。負けたんだよ。いやなんかね美味しいのサムライマック。美味しい美味しい、すごい美味しい。一口目超美味しいんだけど、うん、食い進めていくうちに、うん、これ一個食ったらどうなんだろうっていうのがちょっと味が濃いんだよな。そう、濃いの。あ、ものすごい味濃いのね、うん、っていうだ。俺土曜日1個丸々食ってるの、うん、その時にもう二度と頼まないかもなって言っちゃった、おっさんには濃いの。濃い、味濃いわ。なるほど、うん、若者にはちょうどいいかもしれない。僕もちょっと衝撃でした、うん、お肉の味が確かにね今までと全然違うっていうのが、うん、そうだから一口二口はもうチャンピオン級なのよ。なんかほんまにステーキ屋さんでなんか食べてるみたいな。だお前は高級バーガーが好きなんだよ。いや、ほんでジューシーさもあったし。あったね。パサパサ感が全くないしこのバーガー自体、うん、でもう一回これ食ったらやっぱうまかった。こっちのチキンの方、うん、もう一回食べたら、へー、まさかマックでチキンが優勝ですよね。俺なんか初期のチキンが優勝かもしれない。え、いやわかるよ、あの懐かしのマスターが110円の、うん、あいつ結構頑張った。あいつ頑張ったな、だからもう一回チキンクリスプがどんな味か試してみる。戻りチキンクリスプ、はい、こんな食ったのかよ俺。うんうん、うん、戻るとこんなもんか。そう、戻るとこうなっちゃう。いやいつもなるやつじゃないですか。いつもさ戻るとこうなっちゃう、うん、パン多いな、うん、パン多いな。でもこれちょっとずつでも食べて8個目に出てきて、うん、こんな食べれる。俺だからこれの後ビッグマック食ってみたかった。ほんとそうです。ビッグマック改めて食ってみた。ビッグマック勝つかもしんないよな。はい、あの頃すごかったなビッグマックの衝撃、うん、ビッグマックってうまいっすもん。今回王者は照り焼きチキンフィレオ。うん、そう ね、 これね、一旦、はい、一旦それでいいでしょ。で全然この後、ね、マック第2弾でビッグマックと比べてみよう。これ改めて、うん、やっぱ進化してますねマックも。してる、はい、チキンを
今後選ぶチョイスに入ってくる。あ、俺だからフィレオフィッシュはもう選ばなくなっちゃうかもしれない。俺もフィレオフィッシュは一生で食い終わったかもしれない。一生分食ったから。ではまた機会があれば第2弾。そうですね、はい、じゃあその時はまたコカド君お願いします、うん、続き付き合わないとするいやもちろん僕も他の人が座ってたらちょっともう嫌な感じになってきます、うん、ボドゲペナントレス第2弾こうやって置いちゃっていいのか。超邪魔じゃん。邪魔だねお邪魔って得みたいな感じしてるけど得ないよねそんなに。サマーズチャンネル。